くて美味しい。キャラメルとかぼちゃのフローズンなんておしゃれずら。ルビーのさつまいものフローズンもさっぱりした甘さで美味しいよ。カラメルソースがちょっと苦くて大人の味って感じなの。飲んでみる？いただいちゃうずら。マルノも一口どうぞ。美味しいね、花丸ちゃん。うん、ハロウィン気分がどんどん盛り上がっていく感じがするね。このカフェも街もハロウィン一色で、歩いているだけでとっても楽しかったよね。今日一緒に来られてよかったな。本屋さんを覗いたらハロウィンの本がいっぱいあったのも嬉しかったよね。図書室でおすすめした本と同じ本があってびっくりしたずら。テーマをハロウィンだけじゃなくて魔法やお化けの世界に広げてたのもすごく良かったよね。ルビー、怖いのは苦手って思ってたけど、あんな感じのお化けの本だったらもっと読んでみたいな。それならマルのとっておきの本をおすすめするずら。平安時代の不思議な話を集めた電気小説なんだけど、季節も一緒に感じられるんだ。本の中で季節が感じられると本の世界にもっと入り込めちゃいそうだよね。どんなお話なのか想像するだけでもワクワクしちゃう。きっと気に入ってくれると思うずら。あ、念のために読み直して怖くないお話がないか確かめてみるね。ありがとう、花丸ちゃん。今日のハロウィンパーティーも楽しみだね。早く夜にならないかな。ルビーちゃんが用意してくれたオードブルもすっごく美味しそうだったよね。思い出したらお腹が空いてきちゃったずら。ハロウィンだからかぼちゃやお化けさんやコウモリさんを意識してみたんだ。よしこちゃんが飾り付けを作ってくれてるから合わせてみたの。お化けの形のフライドポテトが雰囲気出てたと思うずら。打天使っぽいイメージのかぼちゃパイはよしこちゃんの反応が楽しみずら。ドキドキしたけどうまく隠せてよかったよね。よしこちゃんにも喜んでもらえたら嬉しいな。ものすごく喜んでくれると思うよ。どんなお料理だと喜んでくれるかなって考えながら作ったから楽しみだな。花丸ちゃんのいなり寿司も可愛かったよ。お揚げさんに海苔でジャックオーランタンの顔が書いてあるのすごいなって思ってたの。ありがとずら。中のご飯も栗ご飯とさつまいもご飯になってるんだ。ご飯の話をしてたら本格的にお腹が空いてきたずら。もう少しでパーティーだからお腹空かせておかないとね。あ、のんびりしてたらこんな時間。そろそろ戻らなくて大丈夫かな。あ、噂をすればよしこちゃんからずら。どれどれ。よしこちゃんなんて。飾り付けにもう少しかかりそうだからカフェでゆっくりしてきて、だって。あ、もしかして魔眼の力でお見通しずら。タイミングバッチリだね。よしこちゃん、本当にいろんなものが見えてるのかも。あ、でも飾り付けが大変なら手伝った方がいいかな。それは大丈夫なんじゃないかな。こうして連絡してくれたし、完成するまで秘密にしたいってことだと思うずら。そういえばよしこちゃん、ラテンシヨハネが彩るハロウィンを見せてあげるわって張り切ってたよね。どんな飾り付けになるのかな。よしこちゃんのことだからきっとものすごく本格的ずら。ルビーたちもハロウィンにぴったりのキャンディーも準備したし、いたずら対策もバッチリだよね。じゃあもう少し時間もあるし、これやってみない。あ、シールタトゥーとボディペイントだね。すっかり忘れてたずら。せっかくだから全部出して広げてみよっか。なんだかこうして見てるだけでもドキドキするね。こういうのってなかなかする機会がないからちょっと緊張しちゃうずら。きっと似合うと思うよ。どれがいいか迷っちゃうね。
あ、このコウモリのモチーフなんてリトルデーモンっぽくてかわいいズラ。ちょうど3つあるから1枚ずつ使おうね。じゃあこっちはヨシコちゃん用に取っておいて、だ、マルはカボチャと月にするズラ。俺どうやって貼ればいいのかな。貼りたい場所を決めたらお水で濡らして押さえるみたい。ルビー、ハンカチを濡らしてくるね。マルも一緒に行くズラ。あ、できた。思ってたよりしっかりついてすごいな。綺麗に貼れてよかったズラ。手で押さえるのをすっかり忘れて両手に貼っちゃったけど、ちゃんとできてよかった。押さえてくれてありがとうね、花丸ちゃん。どういたしまして。マルの手でよければいつでも貸してあげるズラ。次は花丸ちゃんの番だね。どこに貼るのがいいかな。見えるところ、っていうと結構限られるズラね。マルは顔に貼るズラ。お顔だね。じゃあハンカチでほっぺを濡らしてシールを貼ってみるね。お願いするズラ。貼ったら30秒くらい手で押さえるっと。ルビーちゃんの手冷たくて気持ちいいズラ。花丸ちゃんのほっぺはすっごくあったかいね。そろそろかな。どうしたズラ。もしかしてルビーが押さえなくても花丸ちゃんは自分で押さえられたんじゃないかって。ふっふっふん、気づいてしまったならば仕方がない。しかしルビー君、君は大事なことを見落としている。大事なことって。マルはルビーちゃんにお願いしたから全部お任せずら。どうかな、綺麗に貼れたかな。そっか、うん、綺麗に貼れたよ。あ、ルビーもお顔に貼りたいな。ルビーちゃんすごく似合ってるズラ。これでパーティーの準備もバッチリだよね。花丸ちゃんありがとう。シールタトゥーってすっごく楽しいね。アクアの衣装にももっと使ってみたいな。衣装だったら私服よりも貼れるところが増えるし、きっと目立つズラ。まとめ髪にして首元に貼るのもきっとおしゃれズラ。大人っぽくなりそうだよね。まだシールがあるけど、花丸ちゃんももう少し貼ろう。ルビーちゃんの手の甲のシールタトゥーが可愛いから、マルもお揃いにするズラ。うん、じゃあルビーが押さえてあげるね。よろしくお願いするズラ。